皆さん、こんばんは。なんと、この度、藤原のみ、初のオフ会、生誕祭を行えることが決まりました。それでは、応募待ってます。それでは、本編、スタート。私は今高知県の沢田マンションというところにいます。イエーイ。はい、ということでですね、現在高知県にいるんですけれども、今日の朝ちょっとだけ寝坊しちゃったんですけれども、羽田空港から高知空港に到着して、さっきここの沢田マンションに到着したって感じなんですけれども、高知駅から約車で5分ぐらいで到着したっていう感じですね。それでは今回、なんと皆さんも沢田マンションを知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、こちらの沢田マンション、素敵な本当に素敵なご夫婦が作られた、そして違法建築されたすごく大きな建物として有名なんですけれども、とりあえず皆さん見てください。じゃじゃーん。私は今沢田マンションの目の前にいるっていう感じなんですけれども、あそこにね、沢田マンションって書いてあるから、ちょっとだけズームしてみますね。こちら今回高知県にある沢田マンションにお邪魔させていただいたんですけれども、なぜ私がね、今回この沢田マンションを旅しようかなって思ったかというと、今回はなんと視聴者さんからのご依頼で私やってまいりました。私はね、公式 LINE をやっていて、公式 LINE のね、皆さんから来るメッセージを毎日毎朝見るのが日課となっているんですけれども、ある一通の動画のご依頼のメッセージが届いたので、ちょっと読んでいきたいと思います。みーちゃん、おはようございます。おはようございます。高橋です。あ、高橋さんって言ってよかったかな、大丈夫かな。大丈夫か。高橋さん、ありがとう。帯広からいつも見ています。帯広から。北海道に住んでいるんだ。みーちゃんの動画を見るのが生きがいです。ありがとう、嬉しい。今日はみーちゃんにぴったりの撮影場所があったので連絡しました。その名も高知県にある沢田マンションです。違法建築と言われていますが、素敵なエピソードもたくさんあり、みーちゃんなら素敵な内容としてお届けできると思いました。興味があればぜひお願いします。どうかお体に気をつけて、お酒はママに怒られない程度にほどほどにね。それではありがとうございます。ということで、皆さんのね、行ってほしいところとか、どしどし公式 LINE で待ってるので、みんな公式 LINE でいろいろ送ってね。ということで、早速視聴者さんからのご依頼ということで、私藤原のみ、本当にここの沢田マンションについて結構勉強して、脳みそをほじくるほど本当にたくさん勉強してきたので、本当に素敵なエピソードとかもあって、もう勇気をもらえるような歴史とかもあるので、皆さんにそちらをお届けしながら沢田マンション旅を進めていきたいと思います。確かにね、違法建築物と言われているほどだから、違法建築だから法に反して作られてしまった建物っていう感じになって、負のイメージとかも湧いてしまうのかなと思うんですけれども、本当に素敵なエピソードとかもあったりとか、なんか常識にとらわれずにパワフルさで生きていくって素晴らしいなって思えるような内容となっているので、皆さん最後まで楽しんでみてみてください。それでは沢田マンションの旅スタートです。いざ藤原のみ出陣。それではですね、本日の藤原のみの豆知識とエピソードがあるので、皆さん耳をかっぽじって本日も聞いてくださいね。まずこちらは、なんで沢田マンションっていうかというと、なんとこの巨大なマンションなのに夫婦2人で建てたんです。すごくないですか。で、先ほどね、チェックインするときに、あ、本日ね、私こちらのマンションに泊まるんです。さっき受付するときに、こちらのね、ご夫婦の奥さんの方に会うことができて、少しだけお話を聞いたんですけれども、そちらのお話も後で喋っていきたいと思います。こちらのマンションは夫婦2人で建てて、1971年に着工。夫のカノーさんが妻のヒロエさんと作り始めたらしい。で、私は妻のヒロエさんにさっきお会いできたっていう感じですね。で、カノーさんは亡くなってしまったけど、ヒロエさんはご健在でこのマンションに今住んでいるらしいです。で、2人のご夫婦の出会いがまだすごいので、皆さん聞いてほしいんですけれども、ちょっと中に入っていきますね、喋りながら。それではこちらの沢田マンション、いざ潜入。あっちから入れるので、ちょっと向こうに回りたいと思います。それではこちらが入り口となっているんですけれども、本当にたくさんの方が沢田マンションを見学に来ています。で、今回は撮影許可がいるので、しっかりとお電話させていただいて、本日撮影させていただきたいんですけれどもっていう旨を伝えて、今回撮影をさせていただいているっていう感じです。で、この夫婦の出会い、沢田加納さんと、あと妻のひろえさん、2人の名前覚えてくださいね。加納さんとひろえさんね、この2人の出会いが本当にすごいから、皆さん聞いてほしい。本当にね、
命ってあるんだ、年の差って愛には関係ないんだって思えるから本当に聞いてほしいんだけど、ちょっとね感動しちゃったからちょっと興奮しちゃってるんだけど、みんな聞いてね。それでは2人のエピソードの豆知識。妻のひろえさんはもともとカノンさんが経営するマンションの住民の方だったんですね。でひろえさんが13歳の時にひろえさんのそのお父さんがご病気になられてしまって、でどん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 お金がなくなってしまって貧乏になってしまって家賃を払うことができなくなってしまったんですね。でその後にひろえさんのお母さんが、なんとここもすごく衝撃的なエピソードなんですけれども、ひろえさんのお母さんがその住んでいるマンションを経営しているカノーさんに娘の面倒を見てくださいっていう言い残しをしてどっかに行ってしまったんです。娘をお願いしますってカノーさんに言い残して去ってしまったんですね。でそこからひろえさんはカノーさんと一緒に生活するようになって、で一緒に暮らしているうちに意気投合して結婚することになったんだって。えすごくない？だって当時はひろえさんは16歳でカノーさんとは19歳差とかだった気がします。多分すごいよね。で当時は16歳からしか結婚できなかったから、13歳のひろえさんは結婚できないので事実婚っていう形だったらしいです。いやもうこのエピソードだけでさもうすごいじゃん本当に。それではちょっと見てください。そんな運命的な出会いを果たした2人がサードマンションの建設をしたきっかけとなる発動機がねこちらにあるんですけれども、あそこに見てください。2人だけでどこまでやれるのか、人間の力を試してみたい、100所帯あるマンションを建築しようと沢田加納さん広江夫婦が心に近い沢田マンションの建設を開始したのは1971年昭和46年だったらしいです。それではちょっと探検してみよう。ちなみに沢田マンション略して沢マン、沢マンの見学の心得がねこちらに書いてあって、見学時間は朝10時から夜の17時までなので、皆さんねこちらに来る際にはここの心得をしっかりと読んで、撮影も禁止なのでね皆さんマナーを持って見学来てください。あ待って、ここにさ入り口のところに梅酒ゼリーとか梅干しが100円で売ってる。あすごい、めっちゃ涼しい。あとこっち側にはじゃじゃん、屋上で後で行くんですけれども、屋上で家庭菜園をしているらしくて、食べられなかった余ったものとかをこちらで販売しているっていう感じです。ちょっとお母さんに会うし、お母さんになんか買って帰ろうかな。ゴーヤ100円で売ってるよ。それではまず1階部分がこんな感じになっているんですけれども、見てください。こちらにはなんかなんて言うんだろう、ショップなんて言うんだろう、漫画とか、あとは昔のなんかゲーム機みたいなものも売ってます。えワンピースも売ってるよ、すごくない？わー待って、昔この漫画読んだことあるかもしれない。すごく年季が入ってて素敵な漫画たちがたくさんあるんですけれども、こちら10円で買えるみたいです。なんか買っちゃおうかな。ちょっと欲しいものを探します。この中には何が入ってるんだろう。待って、この中からね欲しいものを探したい。あ待って、これは今ね携帯バキバキだからスマートフォンの強化ガラス。フィルム欲しい。あでもこれ携帯に合わないわ。あこれ iPhone じゃなかった。なんか買いたい、なんか買いたいあ待って待って、これはこの中何入ってるんだろう。あ糸だ、糸。あ最近お母さん刺繍始めたからさ買ってあげようかな。ちょっとこちらを10円で買います。これ何個でも10円なのかな、それとも1つ10円だから、どれでも1つ10円だから、これ2個買ったら20円ってことか。じゃあちょっと1個だけにしとこうかな。すごい、漫画が昔ミーが小学校ぐらいで流行ってた漫画とかが売ってる、すごいんだけど。ちょっとじゃあ一旦この糸買います。しっかりと10円をこの中に入れて、お買い上げありがとうございます。すごい、なんかこうやって無人で売られてるってなんかすごい信頼されてるんだなっていうのが分かりますね。それではこのスロープを伝って2階に上がってみたいと思います。ちなみにこちらのトラックはアマゾンらしくて、アマゾンが届いたらしいんですけれども、さっきねこのアマゾンのお兄さんに、あもしかしてここの住民の方ですか、ちょっとここのスロープ車で通るの怖いんですけどって言われて、あすいません住民じゃないんですっていう会話をしたんですけれどもなんかさ、どこでもさなんかミー住み着いてる人みたいな、全国各地世界中で、フィリピンだったらフィリピン人って言われるしさ、韓国だったら韓国人、中国だったら中国人で、ここのサウダマンションだったらサウダマンションの住民って言われるし、なんか臨機応変な顔なんでしょうか。アマゾンの人大丈夫かな。ということでこのスロープなんですけれども、めっちゃ広くないですかこのスロープ。でこのスロープはなんでできたかというと、建築した夫カノーさんがスロープにしたらお年寄りも簡単に上り下りできることができるし、あスロープにするんだったらプラスで車も通れるようになったらめちゃめちゃ便利じゃないかということで増築して、このスロープの幅がめちゃめちゃ広いっていう感じになっています。だから車でね上まで上がれるっていう感じにもなっていて、お年寄りにも寄り添うっていうカノーさんのね優しさ、人情あふれるカノーさんの性格があふれ出ていますねこのスロープには。それではこのスロープを一番上まで上がると3階なんですけれども、ここの中間地点が2階となっていて、2階じゃなくて私はとりあえずね3階4階5階に上がってみたい
いと思います。それではね、3階にやってきたんですけれども、こんな感じでね、ところどころにお店があったりとかしてすごい面白いんだけど、その澤田加納さんはマンション経営するのが夢で、小学校からずっとねマンション経営が夢だったらしい。で、1971年に加納さんが44歳までマンション経営で貯めたお金で、こちらの土地、高知の550坪の土地を買って、ここがね550坪なんですけれども、買って妻のひろえさんと共に、人間の力はどこまでいけるのか試してみたいっていうことで、ここの建築を始めたらしいです。すごくない？パワフルさがすごい、パワフルで、私は現在今この階段で3階から4階に上がってきたんですけれども、私は本日3階に泊まるということで、ルームツアーとか後でしていきたいと思います。それではですね、こちらに唐突に現れる階段で5階に上がっていこうと思うんですけれども、こちらの階段を上ると、さっき私が妻のひろえさんに会った場所となります。それでは上がってみます。で、ここは建築許可を取らないまま着工したから違法建築、巨大な違法建築物と呼ばれてしまっているんですけれども、建築許可は取らないまま着工するが、当時の役所の対応は強度に文句は言わないが、あ、びっくりした、強度に文句は言わないが、申請料の用意ができたら許可を取ってくれっていう程度の非常におおらかな時代で、だから建築許可を取らないまま着工することができたらしい。え、ちょっと待って、ブタちゃんがいる、かわいい、プータ、おー、プータだって。ちなみにこの子は男の子らしいです。おっぱいがあったから女の子かなと思ったけどね、男の子なんだって。男の子だからね、女の子が来たらねすごいテンション上がって、女の子大好きらしい。やっほー、女の子だよー。めっちゃそっぽ向かれたんだけど、みーのこと好みじゃないのかな。めっちゃお尻向けられたんだけどみーのこと好みじゃないの、プータくん。もうプータくんがそっぽ向くからね、私は勝手にプータくんとツーショット、プータくんと人生プータローの藤原のみー誰がさ、お腹プータローって言った？ビールでみーちゃんのお腹もプータローでしょとか言ったら本当に許さないからね、みんな。それではこちらは5階となっていて、大家さんがね住んでいる場所となるんですけれども、たくさんの動物がいて可愛いの。この子は何くんって言うんだろう、ウサギちゃんがいたりとか、君人参取られちゃうよみーにとか、あとはあそこにプータくんがいたりとか、奥にもねたくさんの動物がいるので、ちょっと見ていきます。ちなみにここの4階はすごいお庭、素敵なお庭じゃないですか。ここのお庭は4階でも1階に住んでいるみたいなお庭が欲しいっていう夫婦の意向で、こういうね4階なのに1階にいるような感覚のお庭が広がっているっていう感じですね。プータくん、やっほー、プータくん、こっち向いて、こっち向いて、女の子だよ、君女の子好きなんでしょ。あー、みーのことやっぱタイプじゃないのか、悲しいなプータくんに振られた私。ちなみに5階からの景色はこんな感じで、見てください、目の前には大きい山田電機があったりとか、あとは洋服の青山があったりとか、目の前には大きいサニーマートっていうスーパーマーケットがあったりとか、田舎ですごい栄えているっていう感じの見晴らしになっているっていう感じです。なんかさ、こう見たらさ、都会に佇む城みたいな感じで、もう私は王妃マリー・アントワネットの城よみたいな感じの感覚になりますそれでは奥に行ってみよう。プータくんがやっとこっち向いてくれた。やっとミーの魅力に気づいたのかな、かわいいねやっとミーの魅力に気づいたの、遅いよ気づくの。それではプータくん、後でね、また来るからね、寂しがらないでね、寂しいと思うけど、ということでちょっと奥に、プータくんとの別れが少し寂しいんですけれども、奥に行ってみたいと思います。ちなみにね、さっき教えてもらったんだけど、ここにね動物のチンチラのね、きなこちゃんっていうのがいたんだけど、なんか脱走しちゃって今はねいないらしい。ちなみに猫もね、あと2匹いるみたいでね、ちょっと猫ちゃんにも会いたいなっていう感じなんですけれども、え、可愛いんだけど、インコかな、可愛い。え、インコってさ、ミーの言うこととかをさ復唱してくれるやつかな。あいまいみーまい、ミーです、ミーちゃん可愛い。あれすごいキョトンとした顔してる、可愛いんだけど、どうしたの、可愛いね。それでは見てください、こちらの奥の部屋、こちらもね撮影していいよって言っていただいたので、ちょっと撮影させていただくんですけれども、こちらがカノーさんの工作現場。こちらでカノーさんがたくさんの機械を作ったりとか、さっきもね教えてもらったんだけど、こちらの機械もカノーさん手作りということで、こちらでね作っていたみたいです。それではこちらが工作現場だったんですけれども、奥の方に池があるみたいなので、ちょっとそちらにも行ってみたいと思います。ちなみに見てください、こちらも手作りでエレベーターになってるんですね。ここのエレベーターは今は妻のひろえさんが上に行ったり下に行ったりするために使われているっていう感じらしいんですけれども、こちらの巨大なエレベーターもカノーさんが手作りで作ったらしいです。すごすぎるんだけど本当に。それではね、こうやって昔カノーさんが自力で作っていたんだなっていうのが分かる工具とかがたくさんあるっていう感じなんですけれども、奥もちょっとすごいので皆さん見てみてください。じゃじゃーん、池が広がっています。しかも鯉もいるよ、
ほら濃いということで、こちらは最初はプールを作る予定だったらしいんですけれども、カノーさんの孫がプールじゃなくて釣り堀したい釣りしたいということで、急遽プールじゃなくて釣り堀になったらしいです。すごいよね本当に。昔はねここでバスとか放たれてて、屋上でバスが釣れるっていう本当に楽しそうな休日を過ごせそうな空間だったらしいんですけれども、今はね声がいるっていう感じですね。カノーさんすごすぎるんだけど、ヒロエさんが年の差関係なく惚れてしまう理由が分かる。もうパワフルすぎる。だってちょっとこのエピソードも皆さんにね聞いてほしいんだけど、カノーさんとさヒロエさんはすごく年齢が離れていて、でカノーさんとヒロエさんが出会った時、ヒロエさんは13歳ってことは中学1年生だったってことでしょ。だから一緒に住んでいるとなんか誘拐だってなっちゃって、警察沙汰にもなっちゃったことがあるらしくて、でもカノーさんはもうねドンと構えてるすごくパワフルな方なので、連れて行きたいんだったら連れて行きなさいみたいな感じで、すごくそういう対応を取っていたんですけれども、ヒロエさんの方が結構ねカノーさんにちょっと惹かれていて惚れてしまっているっていう感じの状態だったらしいので、で警察もカノーさんに言ってもダメだ、じゃあヒロエさんを説得しようっていう方針になっても、ヒロエさんがね結構そういう感じで惚れ込んで魅力に気づいてしまっていたので、誘拐ってさ2人のその同意があったら誘拐じゃないってなってしまうから、もう警察も途中から諦めたのかな。そういう警察沙汰にもなるぐらい2人の年の差がすごかったけど、けど分かる。だってこんなさ大きい建物を人間の力を試すために作ってみようとかいうパワフルな男性がいたら惚れるのは分かる。やっぱ2人のねエピソードをこうやって知ると、愛には年なんて関係ないんだな、パワフルさってすごく素敵なんだなっていうことをね感じますね。それではちょっと最上階に登ってみたいと思います。5階に上がる階段はここなのかな。結構ね増築に増築を重ねていて、あここに階段があったらめっちゃ便利じゃんみたいな感じで、カノーさんが思いつくと急にね階段が作られたりするから、すごく不思議な感覚で、なんか天空の城ラピュタに行く構造になっているような階段がねたくさんあるっていう感じで、すごい場所にね階段が唐突に現れたりするから、すごく歩いてるだけでワクワクします。それでは最上階の6階はこんな感じです。屋上でね家庭菜園がやってるって言ってたんですけれども、ちゃんとお野菜たちが植えてあります。それでは皆さん見てください、こちらの赤いクレーン、こちらもご夫婦で作られた手作りのクレーンとなります。すごくないですか。これを手作りでさクレーン作ってみようとかいう発想になるのが本当にパワフルだし、本当にすごい、本当に手作りなのって感じで、屋上に手作りのクレーンがありますってさっき言われて、え本当に手作りなんですかって言ったら、よく継ぎはぎとかを見ると手作り感満載ですごく愛着が湧くので見てみてねって言われたんですけれども、確かにこういう継ぎはぎを見ると、あ本当に手作りなんだなっていうのが分かります。でさっきひろえさんと少しだけねお話しさせていただいたんですけれども、これを2人で作るってすごいですね。本当にもう感動しすぎて言葉が出ないですみたいなことを言ったら、ひろえさんが言ってました。すごく素敵な言葉を言ってたんですけれども、やっぱ諦めたらダメなんだよ、諦めなければ夢は叶うって言ってて、もうその重みが、もうミーがその言葉を言ったらちょっと軽く聞こえちゃうかもしれないけど、ひろえさんが言うからその言葉がすごく重くて、その2人の愛の力、そして2人の信念で作られたこのマンションを見た後にその言葉を聞くと、なんかすごく重みがあって素敵だなって思ったし、しかもミーもなんか YouTube 常識にとらわれず、もっともっとなんか頑張っていこうっていう勇気をもらいました。カノーさんのすごいところって本当に常識にとらわれずに自分のやりたいことをやって突き進もう、人生、人間の力はどんなものなのか試してみて人生悔いなく生きていきたいっていうその思いが伝わりすぎて、私もその YouTube 人生について考えた時に、やっぱ常識は大事だけど常識にとらわれすぎずに挑戦していってチャレンジしていって、そのチャレンジしているところをこうやって動画上で皆さんに伝えて、少しでも元気が与えられるような動画作りをもっともっとしていきたいなって、ここの沢田マンションに来て本当に思った。でさっきここに住んでいる住民の方にお会いして、ちょっとだけねお話をさせていただいたんですけれども、住みやすいですかとか、どっから来たんですかとか、いろいろねミーがなんか一方的に話しかけちゃったんですけど、すごくね優しく対応してくださって、私と同年代の方だったんですけど、友達と一緒にね来たらしいで、住みやすいですかって言ったら、すごく住みやすいですって言って、でもなんかこの前大きいこれぐらいの雲が部屋に出てちょっと戦ってましたけどねみたいな感じで言ってました。高知市にちゃんと申請して作られたものじゃないから安全性は大丈夫なのかっていう声もあるんですけれども、この前何年か前に高知で震度5の地震があったらしいんですけれども、住民の方々はえ全然揺れなかったんだけどって思うぐらい、ちゃんと鉄筋コンクリートで作られていて、すごく安全性も田原さん夫婦は考えて建築しているらしい。素晴らしい。
しい。てかもう本当になんか後でもう少しずつ見せるんですけれども、すごい継ぎはぎだったりとか、急にこんなところに階段あるの、思いついちゃって階段作ったんだろうなっていうところとか、あとはなんかすごいところからパイプがニョキニョキって生えてたりとか、そういう部分を見てもなんかすごい面白いなと思うと同時に、なんか人生も失敗してもやっぱ継ぎはぎ努力していくとちゃんと一つの素敵な建物になるんだよ、素敵な人生になるんだよっていうものをね、こうなんか人生の縮図なような感じがするサーダマンションでした。なんかちょっといいこと言いたかったんだけどさ、ちょっとなんか噛み噛みになっちゃった。でも伝わる？だってさ、さっきひろえさんともお話ししてたっていう話をしたんですけれども、人生諦めなければ何でもできる、お嬢ちゃん若いんだからこれからも頑張ってねって言っていただいて、本当になんかもうそれが心に刺さって、こんな大きいものを2人で建てた彼女が言うからこそすごい心に刺さるものがあったりとか、なんか本当に調整することって大事だなって思ったので、これからも藤原のみいろんなところに出陣します。みんな懲りずに私のポンコツに付き合ってね、これからも。それではちょっと地下もあるので今階段で降りてるんですけれども、見てください、こういう感じで唐突に現れる、あ、ここに階段あったらいいじゃない、便利じゃないって言われて作られたんだろうなっていう階段がたくさんあって、なんかもう迷路みたいになっててちょっと迷子になりそうです。やばい、もうみーさ、めちゃめちゃ蚊に刺される体質だからさ、めちゃめちゃさっきから顔をね潰してるんだけど、めっちゃ刺されてる、超かゆい。おーすごい、ここにはスロープが急にあります。いやー、すごい、ここにはねお店があったりとか、なんかねネイルサロンもこの中にあるらしい。みー今さちょっとネイルしたい気分だからさ、してもらいたいな。てかもうね本当にもう迷子になりすぎて自分の部屋がどこだったか忘れちゃったんだけど、迷子の迷子の子猫ちゃん、私のお部屋はどこですか、私のお部屋がわからない、ここがなんかいいかもわからない、暗くなってきた暗くなってきた、暗くなったら本当にわからないあ、でも1階に行けるところを見つけた。おー、あの車地下の駐車場に行くのかな、すごい。ちなみに1階にはじゃじゃん、グッズ販売コーナーがあるみたいなので、グッズ販売を見たいときは電話してねって言われたので、さっき電話して今大家さんが下に来てくれているところです。それではグッズコーナーに案内していただきました。グッズはね可愛い T シャツが売ってあったりとか、ちょっと私もねサオラ T シャツ欲しいので買いたいと思います。ちなみにこんな感じでトートバッグとか、あとタオルとかもあるので、この後私1ヶ月後ぐらいに生誕祭オフ会があるので、皆さんにお土産をちょっと買っていきたいと思います。それではちょっとグッズ買っちゃいました。ということで、さっきグッズを買ったのはあそこなんですけれども、隣にはじゃじゃん、もう夕方4時半に閉まってしまったんですけれども、おしゃれなカフェもあります。ちょっと行きたかったけど閉まっちゃった。それではちょっと地下の駐車場にもね探検していきたいと思います。あるある探検隊、あるある探検隊、かわいいクジラの絵がある。すごいなんか絵が可愛くてさ、アンダーだしアンダーだし、元気があふれるよ信じて、汗水流して働きたいのかいって感じで、なんか可愛い絵がめっちゃある。こんな感じで車がたくさん止まってて、見てここにはさ、ジブリのあのネズミだ、千と千尋の神隠しのネズミ、可愛い。ジブリ大好きだからめっちゃテンション上がる。これも千と千尋のさ出てくるあのちっちゃい虫だ。え、ジブリだ、めっちゃ好きだから超テンション上がる。え、見てここにはハク様がいる。え、わかる、ジブリ千と千尋の神隠しのハク様。え、待って、めっちゃテンション上がるんだけど。そしてここにはトトロの猫バスの絵。ここさ、まださ地下駐車場が主流になってない時に作られたんだって。すごいよね、時代をね先取りしてるんだよ。やばい、ハク様の絵に私はすごい感動している。呼んでいる胸のどこか奥でいつも心躍る夢を見たい、悲しみは数えきれないけれど、その向こうできっとあなたに会える。ララララララ、やばい、ジブリの絵がたくさんあって、やばい、超テンション上がる。すごい、一番奥にはトトロの絵もあるよ。あー、駐車場テンション上がった。それでは地上に戻ります。はい、ということでですね、暗くなりました。目の前のスーパーで、ちょっと本日はお部屋で作りたいものがあるので、何を作るかはお楽しみ。それでは今夜の宿、お家に戻ってきました。それではお部屋に戻ります。それではみんな、お部屋に戻ってきたよ。やばい、重たすぎる。毎日お母さんとか奥さんとかお父さんとか家族の物とかスーパーで買ってんのすごすぎる。重い、尊敬、大尊敬。それではお部屋に戻るわ、みんなは入ってこないでね。
やっぱりみんなのことを入れてあげる、特別に。それでは我が家に帰ってきたって感じ、すごい。皆さん見てください。それではちょっとルームツアーをしていきたいと思います。重たすぎる本当に。それでは本日泊まる宿、まあここはねレンタルスペースなんですけれども、ルームツアースタート。まずドア開けてすぐメインのルームです。こちらです。じゃじゃーん。なんかもうさ、実家に帰ってきたみたいな感じの安心感があってめっちゃ好きなんだけど、この空間。今日ミオどこで寝るんだろう。ここで寝るのかな。そしてここにはちょっとキッチンがあるので、本日はね私の腕を振るってご飯を作っていきたいと思います。みんな食べたいと思うけど、ミーのご飯超料理うまいからね。料理作るのとか久しぶりすぎて困る。それでは奥の部屋を見てみます。襖を開けたらこんな感じで6畳ぐらいのお部屋があります。ここでご飯食べるのかな。最高なんだけどこの空間、大好き。ちなみにたくさんのテレビ局の方も来ていて、たくさんのねサインが、有名人の方のサインがあるっていう感じです。皆さん知っている方のサインはありましたか。それでは奥に洗面台とかお手洗いとかもあるので見ていきたいと思います。ちなみにここにはねちっちゃいテレビもあるしっていう感じで、ね、ゆったりとした空間で過ごすこともできるしっていう感じで、ここには見て、コンタクトレンズの保存液とかもある。みーね目悪いからね、こういうのマジで助かる。急に止まっても大丈夫なようにヘアブラシとかシャワーキャップとか、あとは化粧水とかも置いてあるよ。本当に何も持ってこなくても泊まれるっていう感じ。近くで下着とか買えば本当にねそのまま泊まれる。トランプとかあるからさ、一人じゃなくて誰かと来たら楽しかったんだろうな。オセロもある。そしてここにはレンジもあって、冷蔵庫もあって、あ、お酒買ってきたから中に入れなきゃ。で奥を見てみると、じゃじゃん、あ、鏡がある。鏡よ鏡、サーダマンション内で一番美しいのは誰。それはミー様っていつも言いたいところだけど、それはここお二人で作った奥さん、ひろえさんですね。すいません。それでは奥がお手洗いとなっているんですけれども、お手洗いはじゃじゃん、こんな感じです。お手洗いもねすっごく綺麗で、清潔感がねすごくてとても綺麗っていう感じですね。そして隣がお風呂です。じゃじゃーん、見てください、すごく昭和感あふれるっていう感じで、みーはめっちゃテンション上がる。ちょっと入ってみようかな。わー待って、すごい、底が深いからなんかおばあちゃん家のお風呂っていう感じ。すっぽり入るんだけど、みーのねおばあちゃん家はね本当にこういう感じの樽、なんか釜みたいなお風呂で、下から本当に超昔の家だから焚き火炊いて火を起こしてお湯を沸かしてお風呂に入るっていうのがおばあちゃん家で、よくおばあちゃん家行ってたから、そういうのに慣れてるから、なんかこういうお風呂めっちゃ落ち着くんだよね。ちっちゃい頃からこういうの入ってたから。でなんかおばあちゃん家の話になるんだけど、おばあちゃんが本当にもうおばあちゃん家でゴキブリが出た時に、おばあちゃん素手でパシーンって退治するのね、ゴキブリを。だそういうのをなんか昔から見てたから、ミーはおばあちゃんのおかげで虫が大丈夫なのかもしれない。なんかもうね、ミーのおばあちゃん家ね、虫と共存、動物と共存みたいな、本当に江戸時代の生活みたいな感じだからね、こういうお風呂大好きっていうおばあちゃんエピソードでした。それではお腹が空いて仕方がないので早速ご飯を作っていきたいと思います。それではこちらで一泊します。ちなみにこちらは一泊4000円なんですけれども、2人で来ても4000円なのかな、それとも8000円なのかな、ちょっとわかんないんですけれども4000円です。ちなみに本当にレンタルスペースっていう感じの括りになるので、ここで寝ます。それではルームツアー終了、レッツクッキング。それでは皆様、私の花嫁修行にお付き合いください。それではレッツドランクッキングということで、本当にもうお酒が我慢できなくて、私ここ3日禁酒してたんです。すごくない？東京で私は禁酒してたんです。毎日お風呂上がりのビールも我慢してたし、だからビールくんがね3日ぶりなの。お待たせビールくん、私の彼氏それではちょっと始める前に、酔っ払ってないと料理なんかできぬということで、あ、こう見えてね料理結構上手なんだけどね本当に久しぶりすぎてやばいから、一回飲みます。はぁ、最高。それではみんな、サーダマンションに乾杯。はぁ、うますぎ。それではですね、私料理するところなんて本当に稀で、マジで50本に1本ぐらいしか動画で料理作れないので、というか動画でしか料理作らないし、本当に普段マジで作らないので、本当に今からカレーを作るんですね。順序とか多分間違ってるんですけれど、皆さんお手柔らかに。それではちょっと一旦鍋を洗って、カレーぐらいなら作りたいんだけど、お願いだから嫁に行けないわこんなんだったら。それで買ってきたものを紹介します。それではじゃじゃーん、
初心者向けのカレーの具、これだったらねさすがに大丈夫だよね。そしてそしてお肉はじゃじゃん、豚の細切れ。これさ 128g で177円でさ高い安い。そしてそしてじゃじゃん、今回は奥マロ、ちょっと多分余ると思うから明日実家に帰るからママに渡すとして、でまあ明日ね朝ごはんとかも作ろうかななんて思っていろいろ買ってきました。それではレッツスタート。まずどうするの、待って、まずどうしたらいいの、わかんない。まずどうしたらいいの、まずお肉を炒める、お肉炒めるか、そうだよね。待って、油ないんだけど、油かたぶら、油ナッシング、待って本当にやばい、油ないんだけど、まあいっか、どうにかなるか、一旦炒めます。また箸がない、箸は待って、箸がない、箸ないのかな、あるよね、あったよかった。あ、本当にうるさい、カレー作るだけなのにこんなにテンパってる女この世にまだいるのかな。料理作れない女の子たち、私が味方だよそれでは火をつけるところから。あ、怖い怖い、あ、火ついた。ちなみに動画で料理を作るのは 2,3 回目ぐらいかな。前回はマジで半年以上前に大平宿っていう江戸時代からある昔の宿で、もう本当にあのおばあちゃんちみたいなところで一人でね釜でカレー作ったんだけど、その時ね焦げたの、カレーが焦げるって意味わかんないじゃん、でもねカレーが焦げたのだからリベンジです。それではまずお肉を投入します。大丈夫これ、大丈夫、本当に怖いんだけど、投入いけ。おお、あーやばい、これお母さんが見たら本当に発狂するんだろうな。え、待って、やばい、めっちゃくっつく、待ってやばい、待ってめっちゃくっつく、これどうしたらいいの、やっぱ油ないと無理なのかな。ちょっと待って、これどうしたらいい、待ってみんな助けて、これ水入れた方がいいかな、これ本当にやばいんだけど、また二の舞になりそう、また焦げそう、ちょっと待って、これどうしたらいい、これやばい、どうしよう、どうしよう、油がない、油ないよね、油忘れちゃった、上がってくるの、待ってやばいんだけど、めっちゃくっついちゃう、ちょっと待って、もうさ焼くじゃなくて茹でるにしよう、ちょっとだけお水を入れて茹でる感じの調理法でいこう、絶対間違ってるのは分かってるけどみんな許して、油を忘れたの。あ、オッケーオッケーオッケー、これでねフライパンにも焦げがつかないはず。あー焦った焦った、本当にさなんでこんな料理できないんだろうね、やろうと思えばできるのかな、やってないからできないのかな、それともセンスがないのかな。あ、いい感じいい感じ、ほら見てみんな、ちょっといい感じに赤みが消えてきたから大丈夫なはず。あー焦った焦った、それでどうすんの、これ焼けたらどうすんの、水を入れるの、1000ml 入れるとかさ全然わかんないんだけど、計量器ないし、これささすがにさ2個あるけど半分だよね、これ半分全部入れちゃっていいかな、これお水どれぐらい入れんの、もうわかんない、適当に入れよう。これ豚肉ってさ一回さどっかに置いとくのかな、見て見て、でも焼けたよほら、じゃじゃーん、これで火通ってるから大丈夫だよね、で一回火消して、はあ豚肉炒めるんだけど本当に疲れた、一旦休憩乾杯。でもカレーぐらいは作れるようになって得意料理にしたい、よしみんな優しく教えてね。それではとりあえず水をもうぶっ込む、これはさもう炒めなくていいんだよね多分。それではルー一かけらに対して水をどれぐらい入れるのか分かんないけど、まあ私の配分で入れていきたいと思います。これぐらいかな、オッケー。ていうかね全然豆知識を喋ってるぐらい余裕はないんだけど、聞いてほしい豆知識があって、ここをね建設した夫である沢田加納さん、加納さんは本当に人情深くて熱、そのエピソードがあるんだけどみんな聞いてほしい。本日の藤原のみーのドランクッキング中の豆知識なんですけれども、なんかさ結構台所に似合ってきてない、みーどう、新鮮だよねこの画角。まあそんなどうでもいいんだけど、そのカノーさんはこのマンションが作られた時に入居者として優先的にこう DV を受けちゃって逃げてきた女性の方とか、あとはなんか家庭環境でいろいろ大変でここに逃げ込むように転がり込んできた方とかをこう 2,3 割安くしてここに住まわせてあげたりとかしてたらしくて、でたまにねこう家賃が払えなくて夜逃げとかしちゃう人とかもいらっしゃったらしくて、でも加納さんは決して追いかけることなく取り立てに行くっていうこともなかったらしくて、それはなんでかというと加納さんはそういう夜逃げする人たちも夜逃げしたくてしてるわけじゃなくて、本当にもう窮地に追い込まれてそういう行動を取ってしまった、だからその人たちは夜逃げをしたくてしてるわけじゃないんだから追いかける必要はないっていう、もう寛大な心で夜逃げする人たちにも優しくっていうか許してくれたような、そんな懐の深いお方だったらしいです。すごいよね、だって自分が建てた家に住んで家賃払えないから夜逃げされたら普通怒るじゃん、払いなさいよって、でもそれでも怒らなかったんだってっていう豆知識でした。素敵ですよね本当に、そういう男に私はなりたい、1日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べって感じな寛大な女の子になりたいですね。それではもうそろそろルー入れていいのかな、わかんないけど一旦まあ混ぜればカレーになれるでしょうということでルーを入れていきたいと思います。まあちょっと水多すぎたかもしれない、あ、熱っ
熱っ。美味しくなれ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 。おお、カレーの色になってきた。やばい、ちょっと待って、水入れすぎてさ、水カレーみたいになっちゃったんだけど、一旦味見してみよう。一旦味見してみるか。ちなみにね、カノーさんはね、建築学校に通ってたわけもなく、独学で建築を学んでこの大きい巨大な建物を建てたらしい。すごくない？本当に。それでは味見。薄いめっちゃ薄いんだけど、ちょっと待って、どうしたらいい？もう一個入れる？でもどうしよう。ちょっと待って、もう一個入れた方がいいのかな、これ。わかんないわかんない。でもさ、見て見て、みんな、ちょっとカレーだよ、ほら。カレーが出来上がってるよね、これ、どう見ても。あっつ、はあ、乾杯。こんな嫁は嫌だ。本当に嫌だ。もうさ、こんな料理できないところをさ、全国に発信してさ、これがもしさ、たくさんの人に見られるような動画になったらどうしよう本当に最悪。でも違うの、こっからどんどん上手くなっていくから。来月私は24歳になるんですけれども、どんどん料理も上手くなっていくよっていうストーリーですから。ずっとこうじゃないからね。みんな、こんな嫁にしたくないっていうコメント絶対禁止ね。はっつ。でも出来上がったかも。じゃじゃーん、出来上がり。まあちょっとぐらいね、薄いカレーでもまあ食べるのはミーだけだし。オッケー。ちょっともう一個ルー入れるのはもったいないから。出来上がり。ちょっとキッチンにいるミーもしっくりきた。みんなしっくりしてきたでしょ。それではちょっとご飯をチンして食べます。料理私うまい。でもなんかちょっと不安になってきた。薄すぎたらどうしよう。あ、隠し味、隠し味。それでは私の隠し味は魔法の粉、パラ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 。そしてちょっとビールを入れてみる。じゃーん。おー、これが私の隠し味。やだよね、こんな食べたくないよね、本当に。ごめんなさい。でも食べるのはミーだけ。でも美味しそう。めっちゃ美味しくなったらどうしよう。だってさ、隠しワインとかあるじゃん。そういう感じで隠しビール。イエイ。はぁ、OK。みんな、ご飯よ、子供たち。あれ、子供たちがいないわ。本当に、門限は7時だというのにもう今6時59分。本当に家庭崩壊だわ、これは。お母さんがこんなに頑張って作ったというのに、長男はスポーツへ、長女はピアノ教室へ、そして夫はパチンコへ。家庭崩壊もう本当にやだ、もうやだ。それでは食べます。あ、お酒持ってこなきゃ。それでは手を合わせましょう。美味しいご飯をいただきます。やばい、めっちゃ美味しそうなんだけど。とりあえず乾杯。みんな今日もお疲れ。美味しそう。見てみんな、じゃじゃーん。藤原のみんのお手製カレーです。隠し味は愛情。絶対美味しいんだけど、これ。おっか、待って、衝撃的に美味しい。ルーもそんなに薄くないし、天才かも。これでみーも結婚できるかも誰かお嫁にしてくれますか乾杯。やばい、すきっ腹にビール入れたからちょっと酔っ払い始めてる。みんな無視してごめんね。やばい、み天才かも。これから得意料理カレーって言おう。今日もいい夜だ。ちょっと高知の夜の街に繰り出したくなっちゃいそうなんだけど、これ以上酔っ払ったらダメだ。続いてはじゃじゃん、2缶目レモンサワー。やばい、2缶しか買ってない。今日飲み足りないかも。乾杯。やばい、自分が作ったカレーが世界一美味しいかも。ママごめん。私ママもパパもめっちゃ料理好きなのね。好きっていうかめっちゃ上手なの。お父さんとお母さんの味付けの仕方が全然違って、お袋の味、親父の味みたいな感じであるんだけど、なんでそのさ、血筋で生まれてんのにさ、なんでみーは料理できないんだろうね。怖い怖い。ごちそうさまでした。美味しかった。みー天才かも。ということで、ちょっと酔っ払ってきてしまったので、お部屋を出てきてしまいました。バス来た。こちらに乗ります。それでは沢田マンションを抜け出してやってきてしまいました。見てください。じゃじゃーん、高知でめちゃめちゃ有名な広め市場にやってきてしまいました。現在の時刻は8時半ぐらいで、バスで10分ぐらいかけてやってきたんですけれども、ちょっと中に入っていきたいと思います。ちょっと飲みたくなってきたし、小腹が空いちゃった。あんなに食べたのに怖い怖い。平成ローマン商店街広め市場。これどうやって入るんだろう。開けていいのかな。おー、広め市場何時までやってるんだろうね。じゃじゃーん、広め市場です。
。じゃじゃーん、中はこんな感じで自分が食べたい海鮮丼とか海鮮とかを選んでビールとかお酒も飲めるっていう最高の二次会会場です。どこのお店にするか迷うなとか、結構盛り上がってる、空席がないんじゃないかっていうぐらい盛り上がってます。木曜日の夜なのに結構みんな飲むね。高知の人お酒好きだもんね。なんかお腹いっぱいだし、酔っ払い酔っ払いって感じだけど、やっぱりなんかね、あのお部屋にずっと一人でいるのはちょっと寂しかったし、飲みに繰り出しちゃいます。高知の夜に繰り出すと何飲もうかな。やばい、こうやってなんかにぎわってる中飲む酒ってさ、めっちゃ美味しいよね。すごいみんな酔っ払ってるから、みーもブンブンとエンジンを全開にして飲んでいきたいと思います。それでは2軒目乾杯。なんかさ、家からさ脱出してきたみたいな感じで、めっちゃハラハラドキドキって感じ、わかる？このスリル。乾杯。それでは見てください。皆さん、高知といえば何ですか？せーの、カツオですよね。さすがにカツオを食べるしかないじゃん。高知に来てさ、自分の作った美味しいカレーだけじゃ満足できなかったので、じゃじゃん、カツオ5切れです。めっちゃ美味しそう。そしてじゃじゃん、四万十ラーメンも頼んじゃいました。こちら私の夜食です。それではね、食べていきたいと思います。いただきます。やばい、本当に自分のね胃袋が怖いって感じなんですけれども、カツオを食べないと高知旅を終えれないということで、この分厚くて美味しそうなカツオ、皆さん見てください。やばくない？これめっちゃ分厚いんだけど。いただきます。みんな観光客の方なのかな。でもね、地元っぽい人も結構いるからいいよね。こういう市場とかにさ、みんなで集まって飲むの超楽しそうなんだけど。いただきます。贅沢に一口でいっちゃおうかな。やばい、マジで美味しい、泣けるぐらい美味しいんだけど。分厚くてブリンブリンで、味もちょっと塩気がついてて、やばい、美味しすぎる。ビールしか勝たん。乾杯。最高の二次会だ。それではちょっと四万十ラーメンも食べていきたいと思います。やばい、二次会のラーメンってさ、こんな美味しいものないよね。本当にラーメン、みあんまり普段食べないんだけど、マジでこういう時のラーメンは最高。みんな食ってろーの前に乾杯。隣のさ、お姉さんお兄さんがさ、人生についてめっちゃ語ってて、それをさっきから盗み聞きしてんだよね。やばい、マジで美味しい、この時間のラーメン最高なんだけど。うん、幸せ。罪だ、罪な女。それではラストのビール乾杯。あー最高。みーは天才なので2杯目のレモンサワーも持ってきています。乾杯。ちなみにね、この広め市場は高知に観光した人全員が来るぐらいマジで有名なところで、だから今日みーが一緒に飛行機乗ってきた人はみんな来てることになるっていう感じですね。それではちょっと酔っ払ってきたので、最近ハマっているインスタの質問コーナーの質問返しをしていきたいと思います。ちょっと最近ね、お悩み相談の DM とかも結構来るようになって、ありがとうね、みーなんかに相談してくれて。ちょっとね、一人一人ね DM をね返してたら、みーの指紋がなくなってしまうということで、動画でねちょっとずつ返していきたいと思います。みんなインスタフォローしてね。じゃあどの質問にしようかな。あ、これにしよう。はじめまして、いつも動画楽しく拝見しています。うん、ありがとう。女の子かな。1999年生まれの同い年の女です。え、同い年だって、嬉しい。みーちゃんとお母さんがすごく仲いい、微笑ましい動画を見てすごくほっこりします。その反面、私は1年以上お母さんと喧嘩をして口も聞いていないし、会ってもいません。仲直りするにはどうしたらいいと思いますか？そしてみーちゃんとお母さんの仲の良さの秘訣とかありますか？教えてくださいっていう質問が来てます。ありがとうね。本当に辛いよね、家族と1年ぐらい喋れなくて喧嘩しちゃってみたいな。まず、まあ、みーたちというか、みーとママの関係性の話をすると、みーとママは悪い言い方というか、簡単な言い方で言うと、もうバカなので、どんなに喧嘩しても寝て起きたらマジでパーになってるの。本当に学生時代からそうで、ちっちゃい頃からもそうなんだけど、めちゃめちゃママと喧嘩するんだけど、マジで寝て起きたら、あ、おはようみたいな、今日何食べる、朝ごはん何食べる、ちょっと寝坊しすぎよあんたとか言いながら、本当に昨夜喧嘩してたことが嘘みたいにお互い忘れるから、何事もなかったように生活できるのね。だからなんて言うんだろうな、まあ寝たら忘れるっていう、なんか都合のいい性格だから、みーとお母さんは仲悪くならないっていうのはあるんだけど、どうだろうね。
1年以上会ってなかったらお母さんも家のくれた女の子も多分もう気まずいとか、あとは意地を張っちゃって会ってないとかあると思うんだけど、まあ、例えばお母さんの誕生日とか母の日とかそういうなんかお母さんに感謝を伝えれるきっかけとなる日にちょっと高めのさなんかプレゼントを送ってみたりとか、多分お母さんも絶対に自分の娘だから喋りたいはず、絶対に。しかも1年経ってたらさ、喧嘩してたその内容ってさ結構忘れてたりしない？だから意地になってるだけだと思うから、まあ、高い、なんだろうな、ちょっと高めのドライヤー、1万円のドライヤーとか、高めのドライヤーっていくらするんだろうとか、お母さんだったら何欲しいんだろうね。まあそういうね、まあ花束とお手紙とかでもいいと思うし、なんかきっかけで、なんか送れたらいいけど勇気いるよね。でもそういうきっかけを自分から作ればお母さんすごい喜ぶと思う。ね、全然参考にならなくてごめんね、みー。本当に寝たら、お母さんに限らず、誰かと喧嘩とか、あんま喧嘩しないんだけど、嫌な思いとかしても、もうこいつ許さないとか、ならないの。なんか本当に、あまあ、そういう気分だったんだなとか、あとは寝たら本当に怒りの感情を忘れちゃうから、だからアンチコメントも一緒なんだけど、見た時はイラつくんだけど、寝たら忘れてんの。そういう、なんか、都合のいい脳みそに生まれてきてよかったなって思います。乾杯。やばい、レモンサワーとラーメンが美味しすぎる。あー、やばい、酔っ払ってる。酔っ払ってるよ、ひらめ市場で。あー、でも酔っ払った時のラーメンがうまい。多分ね、めちゃめちゃ伸びてるよね、これ。それではあれから酔っ払って宿に戻ってきました。お家に戻ってきました。ただいまー。やばい、もうね、家っていう感じでマジで落ち着く。それでは帰ってきてすぐにお風呂に入ったのでドライヤーで乾かしていきたいと思うんですけれども、見てこのドライヤー、もうさ何年ものっていう感じがしてさ、レア感がすごいんだけど、いつのドライヤーなんだろうこれ。てかどうやって使うんだろう。超レトロなドライヤー。めっちゃテンションが上がりながら乾かしまーす。はい、ということで髪の毛も乾かし終わってすっきりしました。気持ちよかったということで、本日も酔っ払ってめちゃめちゃ眠いんですけれども、パックをしていきたいと思います。あーやばい、お腹いっぱいだし酔っ払ってるし眠たすぎるよ。よいしょ。明日は絶対に朝ごはんを作って、チェックアウトが10時だから絶対に8時半に起きる。8時半に起きて優雅に朝ごはんを作って、みんなにも朝ごはん作れるいい女なんだよっていうのをアピールしてからチェックアウトする。よし、オッケー、決まり。絶対に起きるからね明日。それではパックタイムスタート。はあ、気持ちいい。ということでですね、本日は本当にお酒を何杯飲んだ、 1,2,3,4 5杯飲んじゃったので、パックかけるビールで夜ねビールを飲んだらちょっとママに怒られるかなと思ったので、本日はなんとじゃじゃん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 、ミニビール。めっちゃ可愛くない？これならママも怒らないはずね。ママこれなら大丈夫だよね、怒んないよね、寝る前にこれ飲んでも。最近はね本当に寝る前のビールやめなさいよとか言って怒られるから、これならママも許してくれるはず。可愛いんだけどこのミニサイズ、伝わる？このちっちゃさ。それでは開きます。それでは皆様、本日も私の最高に至福な時間がやってまいりました。パックかけるビール乾杯。本日はミニアサヒスーパードライ。え、うまいんだけどさ、もう3分の1しかないんだけどちょっと待って、悲しい。てかね、みんな見て、ここに来られた方々が日記を綴っているっていう素敵なねノートがあるんですよ。もうそれをさっきちょっと酔っ払いながら帰ってきから30分ぐらい見てたんだけど、本当に素敵なの。なんか絵が上手な方はこのサードマンスの絵を描いてたりとか、あとはクリスマスに来てる方もいらっしゃる。すごい、実家のような安心感をいただきましたとか、いつかここのサードマンションに住んでみたいですとか、本当にたくさんあったかいコメントじゃないわ、メッセージが書かれてるので、ちょっとせっかくなので私も書かせていただきたいと思います。いつかみーの動画を見て、藤原のみーの動画を見てここに来ましたってここのノートに書いてくれる日が、書いてくれる方が現れることを信じて、皆さんもここに来たら私のねメッセージを見てみてくれたら嬉しいです。それではちょっとサイン入りでメッセージを書いていきたいと思います。みんな日付から書いてるから、日付から書こう。ちょっとレッツ集中タイムスタート。最後に PS で、酔っ払っていていつも以上に字が汚くてすみませんって書いとこう。みー、そしてサインを最後に書かせていただいて、よし、いい感じ。ちょっとここに来た方だけに見てほしいんですけれども、しっかりとちょっと酔っ払って汚いサインも書かせていただきました。本当
ントにこのサインはねダサいけどなんか愛着が湧きますね。ということでここに来た際には皆さんぜひねお手に取って見てほしいっていう感じです。ふいや寝てる。パックを外します。はい、気持ちよかった。それでは私はそろそろおとなしく寝たいと思います。もう12時回るのでねあと8時間半ぐらい寝られるということで8時間半寝れたらさすがに寝坊しないと思います。それでは最後に乾杯。美味しかった。それでは皆さんおやすみなさい。私はもうそろそろ寝たいと思います。やばい眠すぎる。気持ちよく酔っ払って気持ちよくお腹いっぱいになって気持ちよく眠い。最高。それでは皆さん明日は絶対に8時半に起きます。おやすみ。おやすみ。バイバイ。おはようございます。おはようございます。やばいめっちゃ寝た。それでは現在の時刻はじゃじゃん。やばい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 。9時29分。やばいやばい。もうさ私どんなところでも寝れるわ本当に。ということで10時チェックアウトなので朝ごはん作ろう。それでは5分クッキングをしていきたいと思います。卵とハムとウインナーとケチャップ、じゃじゃーん、アンパンマンソーセージ。私はいつもお子様ランチをファミレスとかで頼みたいのに年齢制限でお子様ランチが頼めないからこういう時に食べていく。美味しそうじゃない。てか今日も油ないんだけど、まずは普段作ったこともない目玉焼きを作っていきます。油なかったらやばいよねこれ絶対に。それでは慣れてない卵を割っていきます。怖い。できるかな。あ、誰かがミーの噂をしている。わ、大丈夫かな。待って、ケチャップを油代わりにした方がいいかな。あ、でもやばい。ちょっとケチャップを油代わりにしてみます。お、いいじゃない、いいじゃない。ケチャップにもさ、油あるよね。これを見てる全国の主婦の人ごめんなさい。意味わかんないよね。おー、やばい、殻入った。最悪。殻入った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 。待って待って待って、殻入った。早く取らなきゃ。殻入った殻入った殻入った。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。目玉焼き4個作ろう。おー、え、これどうしたらいい。ちょっと水を加えて蓋してみるか。で、蓋。チクタクチクタクチクタク。はあ、それでは作ります。ミーがさ、朝ごはんを作る動画なんてマジで100年に1回ぐらいしか見れないかもしれないから、みんな貴重だよ。あっ、熱っ。おー、いい感じ。なんかジブリ飯みたいじゃない。それでは5分クッキング成功。40分だからあと5分で食べなきゃ。いただきます。やばい、もうみんなにね、こうもう見せれない。本当にマジでお嫁に行けなくなる。これマジでマジでお嫁に行けなくなる。これ見る。一瞬だよ。いくよ、せーの、じゃん。はい、一瞬。じゃーん。本当にやばくない。あ、ちょっとあんま見えないね。じゃじゃん。もうなんか意味わかんない本当に。でも美味しそう。形は汚くてもね、味は一緒だから多分。それではケチャップをかけて食べていきたいと思います。わー、ジブリ飯みたいで美味しそう。いい、天才かも。ハムと目玉焼きサンド。見た目はやばいけど美味しそうでしょ。見て、美味しそう。それではチェックアウトできました。最後にこれ見てください。じゃじゃん。こちらの家賃なんですけれども、相場よりも 2,3 割安くて、ワンルーム 3万3000円だって。安いね。すごいすごいね。なんかね、結構みより年下の子とかも住んでて3万3000円とかで住んでるんだね。それでは帰るぞ。岡山に帰るぞ。朝のサードマンションはこんな感じ。サードマンションバイバイ。はい、ということで、それではやっとの思いで、やばい、もう超走った。やっとの思いで岡山駅行きの11時13発の特急南風に乗ることができました。こちら高知駅から岡山駅ですね。あー、待って、やばい。最後さ、サーダーマンションで写真とか撮りたくて、いろいろ屋上とかあとは1階とかで写真撮ってたら、めちゃめちゃ最後走る羽目になったって感じなんですけれども、無事乗り込めました。これを逃してたらあと1時間後だったので、絶対に乗りたかったから慣れてオールオッケーですね。ということで、今から岡山まで2時間半かけて列車で帰りたいと思います。あ、暑い。岡山到着。南風くん、ありがとう。わーい、岡山に到着したぞ。やっぱ地元の駅は落ち着くね。それではちょっと一旦改札出ます。眠い。はい、ということで、私の大好きな思い出の場所、岡山駅の西口のロータリーにやってきました。ということでですね、本日の動画は実はここまでなんです。沢田マンションの歴史を知り、そして沢田マンション自体を見て、私は今回すごく勇気をもらった旅になったなって思うので、皆さん、昨日酔っ払ってメモ帳に多分私長々とメッセージを書いたので、行った際にはぜひ見てみてください。それでは皆さん、本日の動画はここまでです。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。せーの、どんぶらーここ。
バイバーイ。あ、ママに昨日10円で買ったさ、沢田マンションのあの糸渡さなきゃ。この後ね、おまけ動画でママに渡すわ。じゃあね、みんな、バイバイ。バイチャ。岡山ライフ、地元ライフ楽しみます。あー、ママと会ったら禁酒禁酒ってうるさいんだろうな。それでは、実家のお風呂は最高でした。ということで、ママにお土産があります。ママに目の前にママがいるんですけど。ママに、うん、ママに沢田マンション行ってきたんだけど、うん、せーの、じゃじゃん。最近裁縫始めたのかなと思ってあります。裁縫裁縫は始めてなかったっけ。裁縫裁縫そんなんか言ったか。結構私ね、あのみーちゃんたちがちっちゃい頃は、うん、あの幼稚園のバザーとかで、うん、結構いろいろ作ってたのよ、うん、あ、今やってない裁縫。うーんやってなかった。でもせっかくこれね、10円でね買えたの、うん、何でもあの漫画一冊も10円、この糸も10円、全部10円だったから買ってきた。ということで、あのお土産です。なんかこれであのミサンガとか、あ、ミサンガとかなんかあんで。うん、それではママが喜んでくれたのでよかったです。何しようかな何しようかな。なんかこれで刺繍でもしようかな。うん、刺繍でもして。なんかあのみーちゃんのなんかこうタオルになる、こう、あ、そうそう、ミーとか書いてあって、うんうん、お願いします。やってくれるらしい。これ10円だったの。あ、そう、10円だった。刺繍糸じゃんこれ。そう、刺繍糸。刺繍してた。うん、した。だからママ刺繍するかなと思って、その中で唯一あのママにプレゼントできるものがそれだった。だって漫画とかもらってもちょっと意味わかんないでしょ。う、ね、うん、どうしてそこ漫画とかこう刺繍糸が売ってるの。え、なんかわかんない、多分使うのかなと思うなのかな、多分わかんないけど。そういうの、うん、それなんか動画で出てくるの。うん、だから動画楽しみにしておいて。ママも楽しみにしてる。じゃあママが喜んでくれたのでバイバーイ。無理やり無理やり無理やり、バイバイ。バイバイってママを。バイバーイ、ありがとう。